入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの山翔です。学びズムの矢田です。どうも、今回の話題なんですけど、はい、まあ、僕らが言うのも何なんかなと思うんですけども、はい、大学受験に対してですね、塾は必要かと、はい、いうことなんですけども、はい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 、どう思われますどう思われます。塾は必要かどうかという、まあ、話題なんですけど、まあそうやな、必要のない子には必要はないと思います。なるほど、うん、なるほどなるほど。どういう子に対してですか。そもそも、まあ、これは俺体験授業とかでもよく言ってることではあるんやけども、そもそも勉強してる時間って塾行って授業を受けてる時間よりも自分で勉強してる自習の時間の方が長い。そうですね。なんか、でそこで例えば、まあ、他自分で情報収集ができて、うん、まあ、自己を客観視できる人、うん、つまりその自分が今どこに立たされていて、うん、で、志望校がどこでそれを逆算してあと 何日というか何週間残ってるから、こんだけのことをやらないといけなくてここから始めないといけないっていう風に全体俯瞰して、物事を見れる人間だったら、うんうんうん、あの塾は必要ないと思う。なるほどね、うん、どの塾に行っても授業が面白いとかっていうのは、うん、当たり前で、当たり前ですね、うん、そのめっちゃ感動したみたいな風に思わされへんかったらプロじゃないですから、だからそんなところそういうことを求めて塾に行く子っていうのは基本的に塾選びミスってるかなっていうふうに、間違いないですね、思うかな。だからそのまあ反復にはなってしまうんだけど、自学自習を失敗しない子やったら塾がいらない。そして失敗してしまう恐れがある。例えば何から始めたらいいかわからないとか、どういうふうに勉強していったらいいかわからないっていう子は絶対に塾が必要だと思います、うん、でそしてそれをごめんあれですよそしてそれをしっかりと指導してくれる塾が必要だと、うんうん、勉強法というかその何をするかってところね、うんまあ、これはうちの宣伝になっちゃいますけど、うんうん、まあそういうところをしっかりしてるというか、うん、勉強法というかどうやったらがん確率に受かるのかっていうのをしっかり提示する塾とか、うんうん、だからそういうところが別に他にあるんだったら別にうちじゃなくてもいいし、うんうん、ただ授業を受けに塾に行くんだったら別に塾はいかんでいいかなっていうふうに思うよな。勉強法とかって自分でできる子はなかなかいないですからね。いやおらん、うん、なたまず、うん、ほぼほぼおらんでしょうん、たまたまその俺が高校生の時はネットで調べたりとか本、うん、見たりとかして、はいはいはい、自分にハマったからいいものの、うん、なんていうかな、それってハマるかハマらへんかってすごい運の要素があるやんか、ね、うん、ってなった時にいやそれ間違ってんでとかこれが正しいんやでっていう風に軌道修正で失敗するのは当たり前で、うん、それで軌道修正をしてくれる人間っていうのが周りにいることっていうのがすごく重要なんじゃないかなっていう風に思います。なるほど、うん、はい、まあ今日はじゃあ大学受験に塾は必要かと、いうことで話させていただきましたけれども、これで今回の受験トークは終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。マナビズム YouTube チャンネルの登録はこちらからお願いします。ホームページからのお問い合わせはこちらからお願いします。